また米沢興譲館高校では昨日卒業式が行われました。卒業の日を迎えたのは理数科36人、普通科196人の合わせて232人です。式では担任の先生から卒業生一人一人の名前が読み上げられ、各クラスの代表者が蒲生直樹校長から卒業証書を受け取りました。蒲生校長は、未来という道筋は豊かに、また未知数にある。周囲の風習にとらわれず、自らゆっくりじっくり考える生き方をしてくださいと式辞を述べました。卒業生を代表して佐藤博人さんは、この3年間で築いた絆や信頼関係は社会に出ても大きな力になると思う。向上の精神を心の拠り所にし、真実を見抜き磨きながら生きていきたいと力強く門出の言葉を述べました。最後に全員で校歌を斉唱し、夢や希望に満ち溢れた表情で学び舎を後にしました。